そういいよ、お母さんたちがいたんだよ、お母さんたちが。何でも言っちゃいけないと思った。なんだ、もうやる前から活躍したんだ。有名人、有名人。あの人だ、あの始球式のあの人、一人の人がさっき転んだんだ。会長、挨拶の練習してないのに、挨拶の練習、投げる練習じゃなくて。はい、挨拶か。みんな頑張れ。それだけだね。まあ、まず天気の話からが、今日は持っていかったなって。いや、そう組み立てると話だって出ないのよ。ここ早く出てきてるよね。だべな。うん、飲むんだよ。焼き物だもん。あこういう子供たちって学校の時は起きないけど、こういう時来て起きるもん。お父さんとお母さんもいでもだだだだだだから結構友達できるですよ。子供たちの他に親同士ね。小中高の野球の友達結構いるよ、保護者で。今でも付き合いしてるし、たまに酒飲むべえって集まってくるし。小学校なんかよ、本当はだってあのサッカーやってた一つの家族だけ除いて10家族がみんな集まって夫婦で。すごいね。小学校だって。すごい、ね。まあ町内会一緒だからね、町内会っていうかあの地区がね集まれて、そうそう近いっていうか。地下まで。地下まで。うん。あのどこだっけな、七日町だからやったかな。まあ、それはこんな集まってもらえなかったけど、みんな久しぶりだねとかってね。ね、この頃プロ野球選手も会長の指揮してるもんね。プロ野球選手トラフト9位とか10位ですけど。ああ、だね、うん、山形もね。山形もポツラポツラと。長谷川健太も活躍してるし。ちょっと止まれ。やっぱり栗原がやっぱ大きいね。あれ南高でしたっけ？あれ西田山形。あ、西田山形。あれしてあれだからスポ少だから。天童の山口マウンテンゴリラだかって、あの小学校のあの笹屋じゃない、関沢のあの街道走ってくの左の小学校でと、あそこ肉屋あったで、あそこが実家だ。うん、肉屋、焼肉屋や。自分の高校から出てんのか。シャレケ。なんだ。昨日もこう西山形良かったねサッカーとかってみんなからメールして、ああだんだん、うん、メールは関係ないんだけど何にも普通はスポーツ興味ある人は関係あっぺよ。俺野球だけどサッカーだって興味あるよ。昨日見たもん。18年ぶりとかって、だんだ、うん、勝った、うん、前半0-0だっけ言うとね、ピンクのユニフォームで、うん、なんか西山形サッカーで勝ったかなんかあんの。え、西山形サッカーで優勝したかなんかあんの。いや、じゃあ話終わった。いや、なんか近くだからなんかパレードでもあるのか。あ、どこか勝った？西田山形がハングル破って昨日勝ったの、優勝したの。全国で勝たれるのね。山形で勝ったぐらいだね。いやいや、まだまだのこと言うね。勝ったもね、全国大会にいるわけだから。なんだ。そこですぐ曲げに来ちゃダメよ。いや、すぐ曲げに来るよ。ダメなんだ。野球はこの頃勝ってくるけど。でもだよ。サッカーはやっぱりまだまだだべな。西野が強すぎますもん。ああ、静岡だから。ああ、あんだな、西だな。あと九州も強い。九州も強いね。まあ、剣道もそうですけどね。ビビはあの悪いことしたわけじゃないんだもん。おいちゃんスタートみたいな。だってちゃんと後ろさあの子供たちも乗ってくからね、バット振って。これ着てるじゃ最強なんだ。だんだ。最強なんだ。メトロの1階に行くと最弱になる。あ
れ伝蔵さん何で来たの？駅柄。駅柄船山くん。ああ、さすがだね。何すんのかな。北山まで北山まで近い。北山まで近いべ。最近バイクのこの人。バイク。バイク？寒いのに。電話もらえば車だから。最近俺あの飯野さん送った後には篠野さんまで送ってんだぜ俺代行者で。何考えてんだろうって2回ぐらいやったよね。いやいや。ついでたからイベってついでたからイベって。まあ出なついでだからってことで。ついでついでいやもう。あのいいよいいよって言ってて、ついてからイビって、イビって酔っ払ってっからね、やっぱりね、話のあれもあるし、ついついまあね、分かりがたいっていうかな、最後まで一緒にいたいな、そうそうそう、ギリギリの別れまで、ドアップで盗撮盗撮転ばないでよ。転ばないでよ。今日はあなたがヒーロー。どうやって転ぶんだよ。下にゴムボールがあると思えば。チャリ道。練習しててこうやってなったの。あ、小松さんが逃げております。転ばないでよ。おはようございます。動画を撮ってんの？そう、動画を撮ってんの。動画なの？動画なのか。選手ほら、あ、これ撮れるよ。集まった集まった。でも10分ぐらいずつにして切って、あんまり長いとねあれだから、あのあれさ、こう YouTube 載せといたいんだから。載せんの本当に？YouTube に載せんの大変だから。ほとんど載ってるよ、あのほら、ライオンズの20周年のあの練習だって載ってるよ。多分あの井上くん、井上さん見てっぺけど、ある程度全部献血の、去年なんかほら、ゾンチャパーソンだっけから、あの時の献血の会合なんかも全部載せてるよ。写真はあのほら、うようのね、には載ってたけど。あ、ほんと？うん。それはガラガラ。いや、なんかほら、きっかけ見つけて載せていかないと俺らのやつないから。だって千歳さんとか、あの梶尾さん結構上手なホームページ作ってるからね。やっぱり船山さんもだけど、勧誘された人はよ、ホームページ最初見んのよ。入らねえかって言われた人は。そう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 。どういう人がいるかとかね。そうそうそう。そうそうそう、どういう人がいるかね。よその東京あたりのクラブちゃんとみんなメモまで書いてあるからね。だからこういう特に子供さんたちいらっしゃるところで俺が活動してるっていうのをこうアピールの、それはいいことね。大切なことだ、大切なことだよね。関わってるっていうのがこの子供少ない時代に。そう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 。はいはい、いつもあのいつもどうも。ああ、どうも。また年に1回のお会いで。どうも。あ、こっちです。はい。うん、あのユニフォーム着るとして子供が大きく見えるんですよ。大きく見えるね。シャーッとやってる。ありがとうございます。